歌舞伎の世界で使われる独特の文字鑑定流。斉藤さんは現在歌舞伎座の芝居文字を書く書家の一人である。まあ、劇お客の大入りを願っているわけですよね。一つの劇場の中にそのこういうところは空席ですから、空席の少ないように空席を埋めていくわけです。太く書いて、からこのこういう打ち込みから止め、全部丸いですよね。でこれは初日から千秋楽まで興行が円満に行くようにという、それからこういう跳ねるところ、それでこう内側へ跳ねてますけども、お客様が劇場へこう中へ入るという演技が込められているわけですね。わかりましたね。多分そうじゃないかと思ったんですけど、やっぱりね、でもそれがどういう意味があるのか ね、 そうですね、これは分かんない。あれ見ると本当に外へ跳ねないように中を埋めるように書いていくんだ。お客様になるべくたくさん入っていただいて空席が少ないようにというのがよく分かりますですね。そうですよ ね、 ね、うん、まあ、こんなところにも知恵を一生懸命使ったということでございました。ですから答えは1番と2番、両方ありますね。当てはまりますね。これはありませんでした、はい。さあそれでは次へ参りますが、次は4代目、5代目、6代目と團十郎さんご紹介してまいります。宝暦4年11月、10年以上もの空白の時を経て4代目團十郎が誕生する。苦労人として知られた彼が4代目を襲名した時、彼はすでに44歳。彼が多くのライバルを蹴散らして團十郎の名を襲名できたのは2代目の隠し子であったとの噂もある。4代目團十郎って人は、まあ、養子のような人でもあるし、まあ、随分苦労もしてるんですかね、義理と人情の板挟みで悩むという人物ありますね。で、まあ、あらゆる歴史上の英雄でも全部庶民のね、一階のその人間の心に引き戻すのは歌舞伎の特徴ですから、そういうなんか深い役ね、深みのある人物像、それをね確立したのは4代目ですよ。四代目はそれまであった正義の味方という團十郎の芸に人間味あふれる新たな可能性を切り開き、立役から敵役まで幅広い役柄を演じている。だが当時その異質な芸風は團十郎としては受け入れられなかったようで、やがて息子に5代目を譲り、自らは剃髪し、自宅で修行校なる勉強会を開いている。後進の指導にあたる。それが苦労人の彼がたどり着いた團十郎としての生き方だったのかもしれない。明和7年、4代目の父から30歳にして当時江戸歌舞伎になくてはならないものになっていた團十郎の名を受け継いだ5代目。彼もまた父と同じように團十郎の芸に悩んだ一人だった。やがて彼は兼ねると呼ばれる芸でその活路を見出す。兼ねるとは今日市川猿之助が得意にする早変わりのような芸で、一つの芝居の中で老若男女を問わずあらゆる役を一人でさまざまに演じ分ける芸である。だがこのように才気に富んだ五代目だったが、病弱なこともあってやがて舞台への情熱は薄れていく。本人としてはどうもその芝居が面白くない、その役者なんてのはね、普通の商人であればもう隠居する年頃なのにね、こんな毎日毎日お白いを塗ってね、化粧して、芝居をしなきゃならないのは、まあ、なんというのは因果な商売だろう、早く芝居はまあ、役者はやめたいというような気持ちをちょっと持っていたようですね。寛政3年11月、舞台への情熱を失った五代目は我が子にその團十郎の名を託すのだった。こうして誕生した六代目は助六、しばらくといった團十郎の芸を見事演じ、襲名後間もなく高い評価を得るようになる。そんな六代目の姿を写し取る絵師がいた。謎の浮世絵師写楽である。わずか10ヶ月の間に美術史に残る名作を次々と描き上げ、忽然とその姿を消した写楽。写楽は六代目の姿を多く写している。
特に優れた作品と言われるのがこの作品である。暗い陰りを持って描かれた六代目、天才絵師写楽はこの絵の中に六代目の人生までも写し取っていたのだろうか。なぜならこの絵が描かれて間もなく六代目團十郎は風邪をこじらせ22年の短い生涯を終えるからである。我が子を失った五代目は六畳一間を借り寂しい晩年を過ごしている。自分は雑魚エビだと雑魚エビのエビをその名に使った五代目。その彼の姿も写楽は写している。写楽の最高傑作の一つ、恋女房染め分け手綱の竹村貞のシーンである。私たちの後ろにもその浮世絵が出てきましたけど、これは東山君どっかで見たことあるんですか？はい、あります。ねえ、やっぱ有名な作品ですもんね、うん、ねえ、切手なんかにもなってるよね、はい、そうそうそう。でこちらが向かって右側が5代 目、ね、そして左側が6代目。この6代目が早く死んじゃうんですね、うん、これ筒井さんなんかどんな感想を持ちますか？この絵やっぱりね、これこんだけ團十郎の名前一番の名門でしょ、ええ、残ってるというのはその早く死んだ3代目と6代目、ええ、それ除いたらみんな名優なんですよね。はあ、はあ、こんなちょっと珍しいんじゃないですかね。そうですか、藤田さん。そうですよ、うん、團十郎の名前が大きくなってるっていうのは、うん、やはり初代2代、4代5代、後に出てくると思いますけど7代8代9代、うん、そして11代と、それぞれもやっぱり時代を象徴する役者、うん、大立て者だったわけですね、うん、だから團十郎の名前というのは大きくなってきて、うん、本日伝わってるんだと思いますね。なるほど、はい、さあそれではまたまたクイズでございます。はい、梨園の御曹司というように歌舞伎の世界を梨園という言葉で表す時がありますけれども、その梨園という言葉の由来とは次のうちどれでしょう？1番中国の故事から、2番元祖が山梨県出身だったから、3番梨は縁起がいいから。さてどれでしょう？ここまでは暮らし快適ハーモニーのタイガー魔法瓶、ニプロ、ライオン、アサヒビール、ノエビアとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。